い。何も分かんなくて、まず顔見てくれた。ちょっと右手どうですか。はい、珍しい。右と左と違いませんか。頭のいい人、頭で考えようとしちゃうから。珍しいんですけど、心臓が右にあるような形で、右から入りやすい人。でなんか自然に私こっち行ったのは、なんか入りやすいエネルギーを感じやすい。右手の方が石によっても違います。他の石だと左だったり、一般的には仏像をこしってるの多いじゃないですか、エネルギー入って出すと、左から入りやすいんですけど、たまにもそう逆があるんですよ、こっちは。自分にエネルギー入れるたい時はこうやって、自分こう持つとバランスが体を動かすと、左回りってね、あるんですけど、一般的なこう石のエネルギー左から入りやすい。そう言われると入ってってる気がする。今日のお衣装にもね、合ってますよね。お衣装に合ってたらまた別のものかなという。違うからな。同じ種類でも違います。どっちかな。ちょっと人に行ってみます。はい、これはね、高度的に柔らかい、あの宝石品質にしてはないけど、グリーンのスバレライトなんですけど。スバレライトですか。ご存知、珍しい。普通イエローですけど、でもキラキラはすごいんですよ、これ。宝石品質だったかな。ちょっと鼻息が楽になっちゃった。仕方の子もいるから今迷ったんですけど、すごい高いですよね。背骨がポカポカするような感覚ですよね。ちょっと汗がじっとりぐらいの。ここはどうしたらいいでしょう。これはちょっとあまりに贅沢かなっていうの。まあ、贅沢には贅沢ですけど、感覚的にどうですか。感覚的に、実はですね、こっちの方が割とピンとこない感じがある。肉体よりも魂ですね。仏さんやっぱりこう前世的なものと本質的なお持ちのものとか、あと僕は出しとかが全部住んでる。すごい助かりますよね、世の中のためなんだよね。本当に思います。あとはもう地金で持っていくこともできます。はい、その方がいいかもと思いました。シンプルで、あと例えば星の六芒星みたいな中に入れたり。あ、すごいすごい、そういう六芒星ですね。そういう感じで見てるのが、スローブライフに入れると、そうですよ、お手ちゃん倍みたいな感じ。そうですよ。ちょっと待って、メールしますよ。ありがとうございます。こんな感じで、今3つぐらい今デザイン、いろんなお客様が、だってイメージ今、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ネックレスを落としてすごい綺麗ですね、これ。しかしかですよね。シンプルだけど、ちょっとご自分らしさが出た方がいいですね。はい、ね、はい、何も言わなくても分かりますみたいな。言わなくても分かります。めったに拝めない、めったに拝めないダブルって。なんか手のひらがキラキラしてます。汗です。こっちだけ汗かいてんです。ほら、ね、あ、本当だ。それでこっちだけね、温度が高い、皮膚温高いんですよ。でも黄色ついてますね。黄色ついてます。近くですか。見えないくらいちっちゃいですね。
そうです。これ、これ、これ、これは美しくないですか、この写真。これはすごいですね。本当に純粋にこれです。これでもスマホでですか、それともあのマクロ？一応一眼レフのスーパーマクロっていうやつです。一眼レフのスーパーじゃないこれですよ、ね、すごいですね、これ。うわ、綺麗。これ、これがこのサイズですよ。もうすごいな。ミニチュアの世界ですよね。すごいですね。いやー。いやー、すごい。うん、すごい。ていうか、あのカットね、うん、見えない肉眼で。あの色で。うわ、すごい。やっぱすごいですね。ありがとう。お人柄なんですよね、結構男性いらっしゃるんですよ。この前新聞記者の方が前世で何か持ってるなって方はスフェーンだったんですけど、ちょっと彼は会社しなきゃいけない、で新聞記者の方がブラックオパール仕事あるのに、またそこにちょっと上にちょっとね他の石つけて、アウイナイトって石なんですけど、天井界の石が結構多いですよね。素顔の石でみたいな部分がいいかもしれないですね。マリアニさんのグレーンがとてもあすごい綺麗ですね、はい、こういう感じとか綺麗で素顔でいい石が合います。へえ、すごい、めっちゃ綺麗ですよ。綺麗ですね。違うんですよ、マリアニ。いきます。おぉ、大きいですね。落ち着きますね。マリアさんのカットってすごいんですよね。独特なんか石と音が落ちてるね。相乗効果で何倍も怖い。マリアさんどう思いますか。スッと落ちましたね。おぉ、落ちるっていうか、腑に落ちたっていう意味の落ちるっていうのと、あとしっくりする、しっくりする、ガッチリする、そうそう、うん、私結構言葉でさっきて落ちると落ちるから、ね、足が地にしっかりつく、まあ大事かもしれない、うん、けど上もスッキリです、そうそうそう、うん、これやっぱマリアニカットだけですよね。そうですね。1.5 メートルぐらいで行きますね。ね、行きますし、ほら持ってらっしゃるんですね、いいもんね。ただこの何と思ってきたのか分からないですよ。このあ、じゃあ松井さん行きなんだこれ。いくらなんですかこれ。これ表面、宝石のね価格なんですけど、それ目指して頑張れば。そうですね、すぐにやったらお願いします。ほう、はい、最初身内で出すとして、あんまりつけないので全部うち税込みなんですね、はい、あ、ちょっと検討して変わった表情で、ちょっとね、よく買います。ゼロ見間違えてないですね。大丈夫ですよね。やったこれから今日頑張らなきゃいけないなっていう部分がちょっとありますんで、グリーンなので落ち着きます、はい、すごい立派なのがいっか、ね、すごい、すごい、なんかのご縁かなと思って、すごい、はい、お仕事ですよね。集中力っていう部分もあるので、あ、グリーンで落ち着いてください。目も心もで、大地に足をつけて、はいはいはい、すごい落ちが超つきましたね。絶対買わないだろうと思ってた。いかがでしたでしょうか。皆さんのまっすぐと宝石と向き合うお姿に心地よさを感じました。何でも興味を持ち、真摯に向き合い、素直に受け入れる人としての生き方や考え方が宝石の品質と比例する、いつも私がお伝えしていることではありますが、今回皆さんとのお話がとても楽しく、あっという間に時間が過ぎてしまいました。人生はこうある方が全て花開くと感じた貴重な時間を過ごさせていただきありがとうございました。人は必ず輝く笑顔に満ち溢れることができる。ウィットに富んだ人は自ら輝いている。あなたもぜひ宝石のように輝いてくださいね。えんちゃんでした。誰もが心の中に宝石を持っています。人は辛い時、くじけそうな時、人生のターニングポイントに差し掛かった時、ほんの
の些細なきっかけや一歩踏み出す勇気でこんなにも劇的に変われるのかという数々のお話は全てこれまで体験してきた実話です。あなたは必ず宝石のように輝くことができます。私の渾身の一冊、宝石の声が聞こえる、ぜひご覧ください。